はい、皆さん、こんにちは、ナベです。今回なんですけども、Ryzen 38で行われた大原樹里 VS ルイス・グスタボの試合について、感想を言っていきたいと思います。試合結果はですね、1ラウンドでルイス・グスタボ選手の TKO 勝ちでしたね。まあ、なんかこの試合やっぱグスタボ強いなっていうような感じでしたね。結構大原選手も8連勝してて結構波に乗ってるなっていう感じだったんですけど、なんか勝ってる相手もなんかこうなーっていうような選手にしか勝っていなくて、まあ強いんだろうけど、まあ、本当にこれルイス・グスタボに勝ったら本当すげえなっていうような感じだったんですけど、まあ負けてしまいましたよね。普通に結構な差を持って負けたっていうような感じでしたね。まあ、結構好きな選手ではあるんですけど、まあルイス・グスタボもすごい好きだし、まあ、やっぱこう、なんていうんですかね、ルイス・グスタボ選手が勝って、リングの角、コーナーポストに立って、俺が勝ったぞ、みたいな感じでやってたんですけど、その時の、ちょっと下からグスタボ選手を映した映像がモニターパッと映ったんですけどね、大胸筋株とかがめちゃめちゃでかくて、なんかこう、日本人で作れないような体をしてたんですよね。なんかやっぱ筋肉の大きさ、とか筋繊維の違いとか内臓の作りの違いっていうのがやっぱ今回大きく出たかなっていうのは正直あるし、そのルイス・グスタボ選手がこの3年間空白の3年間でやっぱどれだけ修行してたかっていうのがやっぱこの試合でも出たし、今後まだそこが見えないからどんどん出続けるだろうし、なんかこうライト級グランプリの時とは全然違った実力を持っているなっていうような感じがしましたね。今回ね、大原選手に勝ったんで、なんかこうまたジョニー・ケース選手とやったりとか、まあ、年末にベラトール対抗戦をやったりとか、まあ、サトシ選手と、ね、タイトルマッチも見たいしっていう感じで、なんかほぼ幅広く可能性が広がったなって感じでしたね、ルイス・グスタボ選手の。かといって大原選手がこれで終わったっていう感じではなくて、まだ全然こう日本人選手同士では全然見たいカードたくさんまだまだあるなっていうような感じはしましたね。それこそ、まあ、ジョニー・ケース選手に勝ちましたけど武田選手とか、逆にジョニー・ケース大原樹里とかすごいいいんじゃないかなって思ったりして、まあ、結構楽しみなカードが逆に増えたかなと思います。そんな感じで、まあやっぱ日本人と外国人の差はやっぱでかいなっていうような印象な試合ですかね、今回は。ということで、お疲れ様です。